かく書いてやると、はい、例書のところでも安定した出力という話を今ことを言ったんですが、行層になると線に、表情はもっと出てきます。押さえ込んだり、筆を持ち上げたり、筆の先を使ったりということになるんですが、筆を持ち上げて筆先で使う部分がもう出てくるんですが、かといって浮いた線ではいけないということですよね。ふわっと浮いた線であって、細い線であってもぐっと食らいついてっていう締めに対してですね、まあそれが理想なんですが、まあ、なかなかその理想通りにはいかないと思うんですが、筆の先の力を抜かないように、抜かないようにいつもですね。ですので、まあこれ極端ですが、こういう線、これは浮いた線ですね。ずっと筆が食い込んでるという、まあ、理想はですね、線が、いいと思いますね。はい、では。草書です。行書のところでも浮いた細い線にも浮かないようにとお話をしたんですが、草書でも同じことです。ただこれにボリュームをつけるかとか、細い筆の先で書くかというのは、その人の考え方なんですが、まあ、今ちょっとここでやったんですが、こう、まあ、こうやって書いてしまうんですが、例えばここで筆を一旦入れ直す、そうすると勢いがつきますから、この来た線とこの線との何て言うんですかね、勢いが変わってきますというか、線質が変わってきます。ここで一旦入れ直します。そうすると
強い線になります。で、あとは柔らかく書いてやると変化が出てきますよね。まあ、これは一つの例なんですが、そんなこともちょっとお手本から読み解いて、もらえると嬉しいですね。